はい、どうも、ひらりです。どうも、かんよりです。今日なんですけども、5月のね、15日に発売が迫っている、ナイキジョーダン1ハイOGのシャドウ 2.0 なんですけども、こちらの抽選情報がね、いくつか出てきているということで、そのあたりをやっていきたいなと思います。で、その他ですが、エアジョーダン11のクールグレイですね、こちらの情報が出てきてまして、で、その他、エアジョーダン4の、ホワイトレオですね、こちらの情報の方が出てきて、これちょっと残念なね、情報なんですよ。あ、そうなんですか。はい。はい。で、その他なんですけども、エアジョーダン5の、はい、まだこれまたオレオと、はい、エアジョーダンハイオージーのコードパークの、まあ、続報といいますか、はい、が来てましたね。はい。あとなんか T シャツの話もあるんですか？あ、ちょっと気になる T シャツがあるんですけど、T シャツで UT なんですけどね、はい。はい。なるほど。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。声をお願いします。あれ我々はツイッターとインスタグラムもやっておりますが、はい、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。随時更新しますので。はい。はい、では、早速なんですけども、はい、抽選情報です。そうですね。はい、5月の15日に発売される、エアジョーダンハイオージーのシャドウ 2.0 なんですけど、はい、まあ、スニーカーズの方にね、9時から僕らは、抽選のね、うん、方をやって、まあ、オンラインチャレンジしようかなと思ってるんですけど、はい、小売さんの方でいくつかも情報が出てきてまして、はい、もうすでに始まってるんですけど、はい、アトモスさんの方でこういった形で、本日の朝9時からですね、あさっての、5月の13日の、はい、8時59分までお昼に今日申し込みました。あ、そうなんですよ。僕もちょっとやってるんでやろうかなと思うんですけども、はい、まあ、なんかね、繋がりにくかったんですけどね、やっぱ人気あるんですか、ね、まあ、もしかしたら僕たまたまアプリの、まあ、環境だったりとかするかもしれないんですけど、まあ、一応申し込めたので。あ、そうなんですか。はい、まあ、ちなみにこれ今回も、シルバー会員以上の方のみっていうのを書いてたんで、まあ、まあ、僕大丈夫です。あ、そうですね、はい、僕もまあギリギリ来たんで、あ、そうなんですか。はい、申し込んでるんですけど、はい、はい、で、それ以外にですね、はい、スニーカーズのスタッフの方で、まあ、これアプリになるんですけど、うん、こういった形であと4日ほどですかね、うん、抽選の期間が設けられてまして、はい、この後申し込もうかなと思ってるんですけど、はい、はい、今ね、エンペラータイム終わってるんで、これもね、はい、どうかなという気もするんですけど。そうですね。はい。これちょっと欲しいですけどね。欲しいですよね。はい。アメリカでも、5月の15日の発売で、はい、まあ、ほぼ全世界一緒といいますか、発売日が。いう感じなんですけどね。はい。ちょっとぜひとも欲しい。まあ、今月一番欲しいね、一足ですからね。そうですね。はい。こんなにね、僕らブラックスタイルが多いんで、まあ、こんなにスニーカーもないですよね。はい、足元がこんなね、合いそうな、カラーリングもないんで。そうです、ね、そうなんですよ。ぜひとも欲しいなと思うんですよ。はい、はい。まあ、コメント欄の方で見ていただいてたんですけど、まあ、スムーズメジャーじゃなくて、これ一応ヌバックになるので、はい、まあ、そちらがちょっと気になるっていう方もいらっしゃったんですけど、うん、まあ、僕はこれこれでかっこいいかなと思うんですよね。はい。まあ、以前にも話してるんですけど、これ結構前から言ってるんですけど、はい、1985年の、中見てます。はい。エアジョーダン4時のシャドウの、はい、まあ、サンプルで作られたカラーっていうものがあって、うん、まあ、それをベースのね、元に作られてるね、はい、シャドウ 2.0 なんですけど、はい、はい、まあ、ぜひとも欲しいなということで。そうです。はい。アトモさんの、抽選の応募に関しては概要欄に貼っときますので、はい、また見てもらえばいいと思うんですけど。はい。で、続いてなんですけども、これ毎年ね、発売されてるんですね。そうですね。エアジョーダン11。今回はクールグレイということで、はい、12月に発売されるんじゃないかっていう話が出てまして、はい、で、一部の、リークアカウントサイトの方で12月の11日じゃないかっていう話が出てるんですけど、はい、昨日付けで、100% 確認が取れたっていうリークが出てた、はい、そんなリークも出たそうなんですよこんな形で出てきてたんで、はい、まあ、12月の11日でどうも発売間違いないみたいですね。なるほど。はい、まあ、今回クールグレイということで、はい、まあ、毎年ね、エアジョーダン11は発売されてるんですけど、はい、まあ、今年はこれということで発売されるみたいなんですけど、ね、これまだ2021年バージョンというのを僕は確認してるわけじゃないので、うん、また実物が出てきたらこちらをご紹介したいなと思うんですけど、そうというのもまた半年以上、ね、先の話なんで、はあ、はい、で、続いてなんですけども、エアジョーダン4のオレオですね、はい、はい、以前ねテックグレイっていう名前でお話しさせてもらってたんですけど、ああ、そうですね、まあ、通称でねホワイトオレオっていう名前でお話しさせてもらってるんですけど、はい、以前ねこのエアジョーダン4の、オレオっていうオールブラックのタイプがありまして、はい、こちらの、まあ、ホワイトにねちょっと反転させてるようなデザインのもので発売があるっていう話してたんですけど、うん、まあ、持ってる方の投稿でこういう風に来てまして、で、以前ね、これ延期になりまして、一旦ね、今月発売予定だったんですけど、はい、これ6月の、発売予定というふうに前はお話してたんですけど、はい、今回ね、これまたちょっと延期になりまして、エアジョーダン4オレオの、まあ、なんですかね、持ってる方の投稿と、はい、こういったスペシャルパッケージが付いてるんじゃないかっていう、このボックスがね、付いてるんじゃないかっていう投稿とともに、うん、
もう一回延期になりまして、はい、これ2回目なんですけど、延期が、うん。どうもね、7月に発売するみたいで。7月3日となってます。そうなんですよね。はい、なので2回ちょっとね、延期になったということで。あ、本当だったらね、これ5月のね、確か29日頃あたりに1回目のリークが来てたんで、はい、まあ伸びてしまったんですけど、ただね、これアメリカでのリリースなんで、もしかしたら日本での発売っていうのが、はい、その、1回目の延期の日程なのか、最初に出てきたリークの日程なのか、ちょっとわかんないですけど、はい、またこの辺情報がわかれば。はい。はい、続いて、はい、エアジョーダン5のオレオですか？そうなんですよね、はい。エアジョーダン5のオレオで、これがね、2013年に発売されて、8年ぶりに復刻するっていう話が出てきてたんですけど、2021年バージョンの、実物のところが、まあ、こんな形でありまして、まあ、本当に以前発売されたものとほぼメイクは一緒で、ただ、レザーに関しては若干だけ高品質になってるっていうか、微調整があるんじゃないかっていうふうに説明もあったんですけど、はい、こちらの方がね、最初に7月24日っていうリークが来てたんですけど、はい、これもね、先ほどのエアジョーダン4のオレオと同様といいますか、はい、延期になりまして、8月の25日ということになりましたね。ああ、に延期なんです、ね。夏の終わりといいますか、はい、はい。このブラックのタイプのエアジョーダン5、僕、前回のオリジナルのものは持ってないので、はい、今回の復刻のものはぜひとも狙いたいなと思ってるんですけど、はい、はい、まあ、ちょっと楽しみやなと思ってたんですけど、だいぶ伸びたなっていう感じですかね。そうね、までもこれアメリカでもリリースの話なんで、はい、日本のね、発売の情報っていうのは、まあ、この通りになるかどうかってちょっとわかんないんで、はい、はい、まあ、今どうこういった感じで延期の情報がちらほら出てきてるって感じなんですけど、はい、はい、またこのあたり詳細わかりましたら動画などでお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。他にもね、はい、ジョーダンシリーズ延期結構出てきてるんですけど、あ、 そうなんですか。それはね、今日の2本目で、あ、なるほど、はい。で、続いてなんですけども、エアジョーダン1ハイオージーのコートパープルですね。あ、そうですね。エアジョーダンハイオージーのシャドウ 2.0 が発売されるんですけど、はい、次のエアジョーダンハイオージーではこれになるんですよね。はいはい、はい、もう6月3日なんで、で、これウィメンズなんですよね。以前から話してるんですけど。そうなんですよ、残念ながら。1985年に発売されたエアジョーダンハイオージーのメタリックパープルを彷彿させるデザインなんですけど、はい、まあ、履き口の部分が、その、サテンになってまして、うん、まあ、オリジナルとはちょっと違うっていう感じなんですけど、で、これウィメンズの発売で大きいサイズも発売されるんじゃないかっていう情報と、あとね、新しく付け加えられてる情報なんですけど、こういった感じで、ホワイトとパープルの、ボックスは付くみたいなんですよ、ね。これでかっこいいですね、箱。はい。この箱のことをどうも説明したかったみたいで、はい、持ってる方が投稿してましたね。なるほど。これかっこいい一足ですけどね。いいですよね。はい。6月3日に今のところ発売の予定が来てるので、はい、ただ今後、まあ、日本の発売の情報であったりとか、はい、あとは分かればここでご紹介したいなと思うんですけど。そうですね。はい、はい、で。続いてなんですけども、ナイキエアフォースのナイキエアフォース1ピクセルのフレッシュです、ね。はい、そうですね。まあ、このフレッシュシリーズっていうのを以前から紹介させてもらってまして、はい、まあ、あのね、ギンガムチェックがちょっと一部使われているような、うん、まあ、エアフォースであったりとか、エアマックス90であったりとか、この辺は確かデイブレイク紹介させてもらったと思うんですけど、はい、それに続いて、ウィメンズのエアフォースのピクセルの方で、こういったフレッシュのバージョンが来てました。はい、シューレースの部分がちゃんとね、ギンガムチェックになってたりとか、はい、以前にも話したことあると思うんですけど、フレッシュって書いた金の、まあ、なんていうんですかね、タグみたいなのが縫い付けられてあるって話してるんですけど、はい、今回もそうなってますよね。なってますね。はい、何からこういった形で公式写真ができてまして、はい、確か5月の18日だったと思うんですけど、発売が。はい、他の、フレッシュシリーズも5月の18日って来てたんで、はい、まあ、日本のスニーカーズに今情報がね、来てるわけじゃないんですけど、今後こういったものが、まあ、発売控えてるっていうことで、はい、来てましたね。はい、続いて T シャツの話があるんですか？そうですね。はい、もう UT でね、すでに発売されてるんですけど、ちょっと僕知らなくて、ちょっと見てもらいたいんですけど、ルーブル美術館に飾ってあるものを、はい、ピーター・サビルっていう、まあ、ピーター・サビルっていうのは、まあ、早く言ってしまえば、僕が以前が紹介します、まあ、上位ディビジョンであったりとか、ニューオーダーであったりとか、まあ、アルバムのね、アートワークをやってる方で、はい、で、まあ、ファクトリーレコードっていう上位ディビジョンであったりとか、ニューオーダーが、所属してたレコードがあるんですけど、まあ、そこの、まあ、一応、なんですかね、創世記の人間ではあるんですけど、はい、で、最近で言うとね、ヨウジ・ヤマモト・シュプリームのコラボの、うん、あのデザインっていうのは、実はピーターサビルが手掛けてたりするんですけど、はい、まあ、そんなピーター・サビルはルーブル美術館に置いてある作品を、まあ、ちょっと手加えてじゃないですけど、はい、本人のデザインを加えられた形でこういった T シャツがいくつか発売されてまして、あ、まだ出てるんですけど、はい、この一番ね、左上のブラックと、うん、その左上の2番目になるちょっと灰色のような T シャツがあるんですけど、はい、この2枚がちょっと気になりますね。というのもデザインがね、ピーター・サビルっぽいなっていう感じなんですよ。そうなんです、はい、まあ、ラフ・シモンズも彼の作品結構使ったりとかするんですけど、あ、そうなんですね、はい、まあ、この直球のね、モナリザのちょっと写真だけはね、ちょっとやろうかなと思ってるんですけど、はい、この先ほど言ったこの2枚がちょっと気になるなっていう感じで、はい、まあ、今後ちょっと買おうかなと思ってるんですよ。はい、はい、
結構在庫残ってるんで、もう少しだけ粘って安くなるのもどうかなっていう感じでもあるんですけど、ね、はい、また買うことがあればこちらまたご紹介したいと思いますので、はい、はい、あの今日冒頭でご紹介したのエアジョーダン1ハイオージーのシャドウ 2.0 なんですけども、はい、まあ、あの抽選の方ね、あの応募の方僕もこれからちょっとしようかなと思ってるんですけど、はい、まあ、当日ね、5月の15日にいよいよ発売ということで、はい、まあ、オンラインチャレンジの方もやっていこうかと思っておりますので、はい、僕らが実際に買っているかどうか結果の方が気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.